皆さんこんにちは、カピバラ担当のパーノです。 Amazon 欲しいものリストからこちらのカピバラ用のヒーターをいただきました。お送りくださいましたお客様、ありがとうございます。今からこれを早速設置していきたいと思います。こちらにですね、この壁の向こう側にカピバラ用のプールがあるんですが、もともとこれを作る前にですね、これをもう入れたいって思ってたので、これ入れるようにですね、ここにスペースを作ってます。で、これをここに入れれば網越しになるので、カピバラが触れないように安全に、温めることができるようになってます。じゃあこれから設置していきます。設置完了しました。今の水温をですね、こちらで測っていきたいと思います。取れてますね。取れてないですね。これ何度3年前ぐらいに買ったやつなんで、はい、もう、壊れちゃってるかもしれないですねということで、こちらの体温計でいきたいと思います。はい、水いや、そういうことじゃない、そういうことじゃない全然冷たいです。何度ぐらいですか。ちょうどこれは18度ぐらいですね。え、そうなるんですか。わかんないです。そんなには冷たいんですよね。冷たいです。温度はわかんないですまあ、冷たいということですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ電源を入れていきたいと思います。35度にしましょうかね、とりあえず。あ、そんな細かい設定。はい、ここに30度からね、100度の100度、はい、設定できるようになってて、で、実際に使うときはこの水の状態から一から温めるんじゃなくて、最初は給湯器でお湯をしっかり溜めて、その状態からその以上するために、使用します。なのでこれだけの水量を一から温めるのはまあ厳しいので、まあ、今回は一からやってますけど、実際にはお湯を維持する、お湯の水温を維持するっていう目的で使用します。大体いつも何度ぐらいのお湯入れるんですか。いつも給湯器の設定は40度にしてます。ただまあ溜まる過程でどんどん冷めちゃうので、まあ、40度の状態で溜まるわけではないんですけど、まあ、カピバラも野生だと、野生の、生息域の平均水温は26度ぐらいっていうような報告もあるので、まあ、それと同じかそれ以上ぐらいの水温をずっと維持できればいいかなとは思ってます。お、暖かくなってきましたよ。おー、素晴らしい。やっぱ、もう刺してたところの周りは暖かいですね。まだ向こうの方はやっぱさすがにこれだけの水量なんで温めるのは難しいですけど、でも周りはちゃんと温まってます。イエーイ。これでカピバラも暖かい海の中で排泄もできる。年の次はぬくぬく、そうですね、ぬくぬく過ごしてくれたらいいかなと思います。ヒーターをお送りくださいましたお客様、改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。 Amazon 欲しいものリストには動物たちに使用するための商品がたくさんあります。ぜひご協力よろしくお願いいたします。コメント、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。